エボニーからルミナスへの移行が進んでるっていうのがこれでちょっとわかりますけど、今は TGS の、はい、通常バトル、はい、これがあの基本のアサルト、これ出てますよね。あ、はい。このファントムソード状態だと展開が高速なので自分のあたりしてないんじゃないかと思うんですよね。おで、ここら辺の空中挙動がまだ仕様ではないので、なかなか綺麗にいろんなアクションがつながっていかないんですけど、でも感触的には E3 の時のバトルはこれにかなり近くなってるんじゃないかというバトル。そうですね。もらった。これも無制限に使える技ではないので、出しどころを使っていく攻撃ですね。今ちょっとジャンプしました、ね、あれかまだ仮のジャンプですけど、できるぞっていうためのジャンプ、はい、そうです。ジャンプありますよ、そりゃジャンプありました、はい。こうやったダイナミックでかつ育ってる名前を見た、ここら辺の多分もっとダイナミックになったり連携を見ながら戦っていけたり、ちなみにこの2人目はキングダムの戦争なので、今やっぱりそのスクエニでもバトルを作ることに長けたベテランのプランナーなんです。